生の皆さん、こんにちは。この時間は小学1年生の算数、数の大きさの学習をします。今日皆さんと一緒に勉強するのは石橋と竹下と千葉くんです。私が算数博士役、竹下さんが助手役になって進めていきます。これまでにいろいろな数について勉強してきましたね。今日は数の大きさについて勉強していきましょう。千葉くん、一緒に頑張りましょう。それではこれから勉強を始めます。今日の問題はこれです。どちらが多いですか？どちらが多いか少ないか調べるにはどうしたらよいですか？これまでの学習を思い出してみましょう。はい、博士、線で結べばいいと思います。はい、ではやってみましょう。はい、よいしょ。はい、はい、ですね、一つ一つ結ぶのでしたね。はい、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 あ、椅子が1残ったので、はい、椅子の方が多いことが分かりました。はい、このように一つ一つ線で結ぶとよく分かりますね。そういえばブロックでもできると思います。はい、そうですね。ではやってみましょう。はい、はい、椅子の上に黄色いブロックを置いていますね。押さえますよ。大丈夫です。はい、見てください。竹下さん、男の子の上には青いブロックを置いています。色を変えていて分かりやすいですね。そして今度はブロックを並べ替えています。そうですね、ブロックを並べ替えて、どういうふうに並べているかよく見てください。はい、ちょっと聞いてみましょう。はい、竹下さん、はい、どうしてこのようにブロックを並べ替えたのですか？こうやってブロックを並べると見やすくなると思ったからです。なるほど、それはどういうことかもう少し説明してくれますか？はい、どちらも5より大きい数なんですけれども、ここを見ると椅子が3、男の子が2だから椅子の方が1多いことがすぐに分かりました。なるほど、ここがポイント。ブロックを使うと多い少ないを比べるのが簡単にできるということですね。では千葉くんが持っているこの数字カードはどうですか？どちらが大きいか分かりますか？千葉くんも分かるみたいだね。これは5、これは5、6、7、8、だから8の方が大きいですね。丸の数を比べればいいのが分かりますね。博士、はい、1から10まで小さい順に並べてみました。はい、今行きます。博士、はい、お待たせしました。はい、竹下さん、すごいですね。では皆さんも一緒に1から10まで読んでみましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そうですね、それでは逆に10から読んでみましょう。3、はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。そうですね、上手に言えましたか？皆さんも繰り返し言ってみましょうね。それではこれから大きさ比べゲームを始めます。竹下さんと私がカードを出します。千葉くんに聞こえるようにどちらが大きいか答えましょう。
それでは、せーの、8、3、正解は、やった、私の方が大きいです。はい、中爆に聞こえてるかな。はい、次の問題です。せーの、私は1、私は10、私の方が大きいです。はい、3問目です。はい、最後の問題、はい、せーの、はい、私は2です。私も2。これは同じ大きさですね。家でも数字カードを使って大きさ比べゲームをしてみましょう。はい。博士、はい、実はおはじき入れゲームをした1年生のお友達から質問のお手紙をいただいています。はい、どんなお手紙ですか？ちょっと読みますね。はい。おはじきをはじいて枠の中に入った数を争うおはじき入れゲームをしたらこのような結果になりました。いくつ入ったかわからないところがあります。教えてくださいというお手紙です。はい、博士、はい、これは3ですよね。そうですね。これは2、はい、これは1、はい、そうですね。これは何も入ってないんですけれども、入った数を何と言えばいいんですか？はい、初めて出てきましたね。ここがポイント。何も入っていないことを零と言います。零です。そしてここからスタートして、このように書きます。ありがとうございます。はい、これで1年生のお友達に教えてあげることができます。よかったですね。それではこれから問題に挑戦してみましょう。四角はいくつですかという問題です。最初の問題はこれです。竹下さん、答えは？はい、これは簡単です。答えは5と6です。はい、見ていると一つずつ増えていっています。だからこうなります。はい、よくできましたね。皆さん分かりましたか？次の問題です。はい、ではどんどん来て、これはどうですか？あれあれ、答えは9、7です。はい、これですね。はい、はい、これは10から始まって1ずつ減っていっています。だからこうなります。なるほど、皆さんどうですか？できましたか？最後の問題はちょっと難しいですよ。さあ、これです。どうですか？これは4、3、分かりました、0です。はい、4、3、0ですね。はい、これもやはり1ずつ減っています。だからこうなります。はい、ここでポイント。どんな順に並んでいるかを考えればできるっていうことですね。それではこれから家でできる銃取りゲームをチーバくんと一緒にみんなに紹介します。ブロックを10個用意します。1、2、3と数を数えながら順番にブロックを取っていきます。最後に10と言ってブロックを取った方が勝ちです。ルール分かりましたか？はい、分かりました。では私と竹下さんでやってみますので、千葉くん応援してね。よし、博士、はい、負けませんよ。はい、それでは取る順番はじゃんけんで決めましょう。はい、竹下さんいきますよ。はい、はい、最初はグー、じゃんけんポン。ああ、
やりました。勝ちましたよ。では竹下さんから取りますね。私からですね。はい、初めは一個ずつ取ることにしたいと思います。はい。一個ずつですよ、竹下さん。はい。一個ですね。はい。ではやりましょう。近く応援してね。はい。じゃあいきます。はい。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。やったー、博士の勝ちです。チーム君ありがとう。悔しい。博士もう一回です。はい。じゃあやりますよ。なんででしょう。そうですね。では竹下さん、今度は1回にとっていいのを2個ずつにしたいと思います。2個ですよ。はい、2個ですね。はい、わかりました。では竹下さんどうぞ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。やりました。千葉くん負けてしまいました。博士は残念。千葉くん、私の応援をした方がいいんじゃないですか。うん、ですよね。千葉くんもう一回やるから今度頑張るね、博士ね。今度も負けません。竹下さん、次もよろしくお願いします。よろしくお願いします。では次は1回にとっていいブロックを3個まで増やしてみます。3個ですよ。3個まで、はい、1個でもいいし、はい、2個でもいいし、はい、3個でもいいです。難しいですね。そうですよ。10を取れるようによく考えて取りましょう。はい、では竹下さんからどうぞ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。やったー、チーム君ありがとう。博士が勝ちました。博士もう一回です。もう一回ですか。もう一回です。わかりました。じゃあもう一回やりましょう。チーム君また応援してね。はい、今度こそ負けません。はい、では竹下さんどうぞ。はい、1、2、3、どうですか。4、どうかな。5、6、7、8、9、10。あれれれれれ、やったー、また博士の勝ちです。チーバ君ありがとう。今度は負けません、博士。え、もう一回やりますか。もう少し勉強してからにします。わかりました、はい、では今日はここまで。ルールは皆さん工夫してみてくださいね。それでは今日の勉強をチーバ君と一緒に振り返ってみましょう。今日は数の大きさについて勉強しました。新しく0という数も知りましたね。いろいろな数を見つけて大きさ比べをしてみましょう。今やった十取りゲームもぜひお家でやってみてください。次の時間はいくつといくつの勉強です。ブロックを使うのでお家にブロックがある人は用意をしておいてくださいね。楽しみにしていてください。またチーバ君と一緒に頑張ります。よろしくね。はい、それではこれで今日の勉強終わります。さようなら。